そして逆サイドです。酒井、伊藤敦樹、ワンタッチ落として関根、上がったボール興梠が行く、ヘッドで送る、興梠落としてシュートか、酒井のシュート、強烈、酒井追いつきました。浦和、酒井が強烈にネットに突き刺しました。今シーズン初ゴール。生泉